殺すか。殺すか。僕は怒ってますよ。お前覚悟はできてるのかな。すると男は懐から銃を取り出します。なんだやるってのか。うーん、オーケーオーケーオーケー、分かった分かった、悪かった悪かった、俺たちの勘違いだぞ。そうだろう。ああ両手を上げます。両手を、好きなところへ行け。よかったよかった。借金背負わせてどんな態度取ってんだよ。オーケーオーケー、とりあえずそれをしまってくれねえか。しまわねえよ。そんなお人よしがいるわけないだろう。どっか行けよ。部屋を知らせてくれないですか。いや、この部屋には何もない。本当かよ。じゃあ出て行きます。あなた方の数字は全員マイナス4537万7600になっています。、はい、あいつはいずれ殺す。ああ、殺すでしょ。山口君はライフルを持っていたよね。持ってますね。ゲームの中だったら人を殺しても問題ないんじゃないか。そういうもんでいいのかい。ゲームの中ですよ。ゲームの中でしたね、ここ。3値下がってきてるな。そうか、ゲームの中か。そうか。いや、まあもうこのドアの外から蜂の巣にすれば死ぬっしょ。店はどっち側にあるか彼は知らないようですね。店の中には何ぼでもあるんですよ。それもそうだな。一人見張りを置いといた方がいいかもしれないです。ああ、出てきたらもうバンですよ。いや、やつは出てこないだろう、きっと。いや、あいつさっき多分嘘言ってるんですよ。あれが嘘だっていうのか、山口くん。猫のペンダントと言ってたじゃないですか。出口の形と明らかに違いますよ。本当かい。出口の穴の形はメスのカブトムシのような穴が開いています。うん、嘘を言うのは大罪だ。嘘の情報をこちらに教えてメリットがあるというのは、ペンダントを探しに行っている間にアイスがすでに持っていて出るという算段なのか、もしくは虫のペンダントをまあ騙し取られるかのどちらかだと思うんですよね。やはり奴はしょっぴくしかないような。罪には罰ですよね、警察の方。ああ、その通りだ。しかるべき罰を与える必要があるぜ。有沢さん、ああ、手錠持ってないですか。おう、ここにあるぜ。え、あんの。手錠は持ち物に入ってます。キャラシの持ち物に手錠が入ってます。どうにかして相手の目を引いてもらえれば、ああ、自分が空手でノックダウンを。そんな七面倒くせえ必要ことをする必要はねえだろう。やっちまえばいいんだ。生きているという時点で、どうにかすれば、あいつを仲間にすることができるかもしれないですよ。いや、拷問っしょ。僕はあんな嘘つきを信じることできませんよ。そう、だから体に効くしかないっすよ。私たちの競技に獅子を奪えば口を割るという。いやー、そう、ブラザー、そんなものが本当にあるのかい。はい、私たちは昔は悪の組織でしたから。そう。世話になるかもしれねえな。奴には日が当たってもらいましょうよ。どんな歌が聴けるか楽しみっす。ライブの最前席っすよ、俺たち。魂のバイブスが聞こえそうじゃねえかい。じゃあどうするんですか。手錠で、無力化して手錠で縛って、でもその後はね、いろいろ。しかし奴は銃を持っていたぞ。どうやって奴を引っ張り出すかな。あ、一応防弾チョッキはあるっすよ。おお、なるほど、それもそうだな。あ、じゃあ防弾チョッキ貸してもらっていいですか。まあ持ってくりゃいいんじゃないですか。どうせ俺たちは今金額が一つになってるんだから。ああ、それは誰が言ってたんだろう。うん、我々が多分あの本を誰かが売ればすげえ金になりますよ。ああ、そういうことだぞ。じゃあとりあえず防弾チョッキ買ってきます。そうすると山口は防弾チョッキを取ってくるってことですか。はい、だ防弾チョッキを持ってきたので、あなた方の数字はマイナス4542万7600になりました。はい、
万円か。じゃあ防弾チョッキは全機高い。OK です。いけます。僕は体力に自信がないです。じゃあこのライフルを渡しておきますんで。ライフルで一人狙撃する役をやってもいいのか。そうですね。突入をせずに。射撃に心得のある方は。俺は射撃に心得はないぜ。全くないぜ。ゲーム内の話ですんで、さすがに本物の銃は。みんなのスキルが一緒だとしたら、体力に自信のない僕とは、ああでも殺人は罪だ。構えてるだけでいいです。構えてるだけでいいです。足をぶち抜くとか手をぶち抜くでいいです。あ、それぐらいだったら全く罪ではないですね。獅子を切り落とせば。じゃあ渡しておきます。はい、任せてください。獅子を止めれば口を割れです。で、我々がピンチになってから撃った方がいいかもしれないですね。誤爆があるかもしれない。あ、わかりました。そうです。じゃあ突入して俺が奴に手錠をかけるぜ。あ、なんかギターで殴ってノックアウトできる。あの、ドンキだからノックアウト攻撃ができますよ。おう、なるほど。じゃあライフル持って待ってる人にドアをバンって開けてもらったのを合図に突入し、ああなるほどなるほど。でその人は突入せずにライフルを構えるというのはどうですか。それでいこうじゃねえか。映画みたいですね。ああちなみに防弾チョッキの性能ですが、防弾チョッキは腹と胸しか守れません。敵の攻撃が命中した場合は 1D6 をロールし、ロールが1から3の場合は頭や腕に攻撃が当たりダメージを受けてしまいます。なるほど。まあ素人だから腕や頭には当たらんだろう。盾持ってこようかな。ただギターは持っていきたいな。あ、じゃあギターを片手に持ち、ギター背負ってる方がいいんじゃないですか。背負うのか。ギターかけといたらチンコンとかもガードできるんじゃない。ああ確かに。そんな1D6 のうちの1個がチンコってわけじゃないでしょ。ギターを背負った状態で盾を両手で構える。いや、全員で盾を構えて。いや、自分はどちらかというとパンチの方が得意なんで。いや、全員で盾を構えれば密着できるだろう。このままじゃ泥沼ですよ。さっさとやりましょう。じゃあこのまま行くかい。このまま行くかも。じゃあそうしようじゃねえか。僕が開けますね。では憧れてたんですよ、こういうシーン。こういう映画とか見るんだ。じゃあライフルを構えて、はい、足でドアを蹴っ飛ばして開けますね。赤いなこれ。じゃあ突入です。はい。